コウモリは、哺乳類コウモリ目のうちオウコウモリ以外の総称である。小翼種類。伝統分類では、コウモリア目、または小翼種ア目に分類される。しかしココウモリは、側系統であり、系統的分類ではこのグループは認められない。オウコウモリが主に視覚に頼っているのに対し、ココウモリの視覚はあまり発達していない。 その代わりに超音波による反響低能力を獲得しており、光のないところでも障害物にぶつかることなく、飛行が可能である。基本的に、爬虫植生だが、過密食、魚食、肉食、雑食などの種もおり、大コウモリに対して多様性は大きい。伝統的に、コウモリア目はヤンカラプテラ下目とイナカラプテラ下目に分けられ、それらがさらに浄化、化に分けられてきた。 ただし、下目の使用頻度は低く、定約もない。またそれ以外に、サシオコウモリ上かサシオコウモリかが、所属した目不明とされていた。しかし2000年、分子系統によりコウモリア目は、側系統であることが分かったため、大きく変更された、系統分類が提案された。コウモリア目は、側系統であるため分類群としては採用されず、ヤンカラプテラア目と、 インプテラカラプテラアモクの一部に分割された。インプテラカラプテラにはオオコウモリも属する。ヤンカラプテラは伝統分類の同名の下目とほぼ一致する。インプテラカラプテラはイナカラプテラ下目とオオコウモリを合わせたものにほぼ一致する。ただしいずれも少数のトガが変更されている。上化は系統分類により大きく変更された。 伝統分類と系統分類では同じ名前の上かでも中身はかなり異なる。ただしいずれにせよ、浄化は分類の専門家以外はあまり使わない傾向にある。一方、化は比較的安定している。以下では浄化は省略し、都がを系統分類での暗黙ごとに分ける。ありがとうございます。